WSC95WSC95 はアメリカ合衆国の国際モータースポーツ協会のレースの一つであり、世界三大耐久レースの一つ、デートな24時間レースを制覇する目的で、ポルシェが製作したオープン2シーターの WSC クラスのプロトタイプである。トム・ウォーキンショーレーシングが開発した、ジャガー XJR-14 のシャーシーをベースに、 改良設計を施したカーボンファイバーのモノコックを TWR が製造し、それにポルシェ 962C に搭載されていた935、83型3.0リットル水平対向6、気筒ターボエンジンとトランスミッションが組み合わされた。総製作台数は2台である。1995年、イムッサ開幕戦。 デートナ24時間レースへの出場を予定していたが、イムスサが WSC クラスのターボ車のリストリクター系を急遽変更し、大幅に出力が低下することになったため、ポルシェワークスは撤退、WSC95 がデートナ24時間レースで走ることはなくなった。1995年のルマン24時間レースへの出場も、ポルシェはその前年に 962C に、 保安部品を付けた行動仕様のダウアー 962LM が優勝して批判を浴びていたためエントリーを見合わせた。1996年にポルシェは GT1 クラスのマシンである 911GT1 を開発したため WSC95 はヨーストレーシングに払い下げられた。WSC95 はヨーストレーシングによってルマン24時間レースを走り、 1996年と1997年に2連覇を果たした。1998年には WSC95 はエンジンを 911GT 一用の M96、77型3.2リットル、水平対向6気筒ターボエンジンに換装され、LMP98 と改名された。ルマン24時間レースには、必勝オーキスポルシェワワークスに、 ヨースト陣営を取り込み、ヨーストレーシングがオペレートする LMP98 を2台エントリーさせたが、2台ともに完走することができなかった。その後、ドナルド・パノースが主催した最初のプチルマンにエントリーしたが、タイヤがうまく機能しなかったため、ワークスノミネートのダンカフェラーリ 333SP に敗れ、総合2位という結果に終わった。ありがとうございます。